リナのシングポートレート。これはリナのアーティストの部分、そしてパーソナルの部分を掘り下げていく番組です。第6回目は私の作詞についてお話ししたいと思います。普段アイブではメロを先にいただいて、その音に歌詞を当てはめていくというやり方があるのですが、そのメロを聞いて言葉を持っているように感じる部分は、その音を当てはめたりとか、ここは絶対母音とか英語とか、自分で一番歌いやすい言葉だったり好きな聞こえ方を選んで書いていきます。そしていつも絶対必ず行き詰まる時があるのですが、そんな時は作詞ノートに頼っています。ふとフレーズが降りてきた時に急いで書き込んだり、本や映画を見た後の気持ちや考えだったりを普段書き溜めているノートがあるのですが、そこから言葉を引っ張り出してきたりしていますね。これは作詞の上で結構本当にいつも役立っています。あとは同じ意味でも言い方が違う言葉って日本語の中でたくさんあるので、一番面白い表現はどれかなと、いろいろな単語を当てはめていったりする時間がとっても楽しいし、言葉の勉強にもなります。はい、あと最近気づいたことなんですが、題名を先に決めてそれに沿って歌詞を書くとものすごく早く書けるっていうことを発見しました。例えば最近だとアイドルシンドロームやラボラトリーとかがそうなんですけど、この2つはめっちゃ早く書けました。なので題名案というのも最近はいつもメモするようにしています。最後に次に書いてみたいと思うテーマなのですが、童話のような物語になった歌詞をいつか書けたらなと思います。ではお時間が来てしまいました。第7回目もよろしくお願いします。リナでした。